はい、こんにちは、マロです。今月ですね、アップルファンにとってはね、今年最初のお祭りと言われるね、イベントが開催されると言われてますけども、まだね、公式から発表はないんですよね。でそのイベントでですね、一体何の製品が発表されるかと言いますと、新型 iPad Pro 12.9インチ、そしてその iPad で使える、新しいマジックキーボード、そしてずっと噂されている忘れ物防止タグの AirTags ですね。この3つがですね、登場すると的中率の高いリーカーのジョン・プロスターさんはリークしております。中でも一番注目されているのは iPad Pro でしょう。まあ昨年春もねアップデートされたばかりなんですけども、まあ、カメラがデュアルレンズになったりライダースキャナーがね、搭載されたりと、まあ、進化はしてるんですが、まあ、スペックに関してはね A12Z チップになってもその A12X とベンチマークスコアは変わらないとね、まあ、あまりですね体感するほど進化を感じなかったので残念だというね、声も非常に多かったです。ですから今回登場するですね iPad Pro をずっと待ってたという方も多いでしょう。その iPad Pro もですね登場間近ということで、またね新しい情報が出てきましたので、今回そちらを紹介していきたいと思います。まず最初にですね、新型 iPad Pro に噂されている進化のポイントをですね改めて振り返っていきましょう。まず一番大きな進化のポイントがですね、ディスプレイがですねずっと使われ続けてきた液晶のレティーナディスプレイがですねミニ LED ディスプレイに変更されます。ミニ LED ディスプレイは簡単に言ってしまえば有機 EL に近い表示方式で、有機 EL は小さな有機物質が発光して映像を映し出すんですけども、ミニ LED はですねその有機物の代わりにですねめちゃくちゃ小さい LED が発光して映像を映し出すんですよね。液晶よりもですね鮮やかで省電力にも優れ、そして有機 EL ディスプレイみたいに深いコントラストが魅力です。ちなみに現行までの iPad Pro はですねコントラスト比が1400対1なんですけども、ミニ LED ディスプレイはですね100万対1になると言われてます。100万対1といえば iPhone 11 Pro とかに使われているスーパーレティーナディスプレイ並みのコントラスト比ですね。ちなみに現行の iPhone 12 Pro はですねスーパーレティーナ XDR ディスプレイが使われておりまして、こちらは200万対1となっております。しかもですね有機 EL のように長期間使用すると焼き付くっていうリスクも軽減されますので、長期間ですね美しい映像を楽しむことができます。このミニ LED ディスプレイはですね今後登場する Apple 製品にどんどん採用されていく表示方式と言われてますので、まあ、その第1弾が今回発表される iPad Pro になるわけですね。そこから今後ですね次期モデルの MacBook シリーズにも搭載されていくと言われてます。このミニ LED はですね Apple 以外のメーカーも今年からどんどん採用していくみたいで、ミニ LED の普及っていうのが今年以降ぐんと進みそうですね。より美しくなったね、大画面の iPad Pro 早く味わってみたいね。エロ動画もね今まで以上に抜けるようになるんじゃないですかね。そして 5G 対応、セルラーモデルはですね 5G に対応すると言われてます。これはですねモデルに関係なく今後登場する製品はどんどんこの 5G に対応していくものと思われます。まあ、iPhone 以外ではこの iPad Pro がいち早く対応するっていうわけですね。ただですね 5G には2種類あって、 4G に近い速度しか出ない広い帯域のサブ6と、強力な Wi-Fi 並みの速度が出るミリ波、この2種類がございまして、 5G が使えるようになるとめちゃくちゃ速いっていうのがこのミリ波の方なんですよね。そして今回発売されると言われている新型 iPad Pro はですね残念ながら日本ではサブ6のみの対応となりそうです。まあ、昨年発売された iPhone 12 シリーズもですね 5G に対応はしてるんですが、アメリカモデルのみミリ波に対応してるんですよね。他の外国モデルはサブ6のみとなっていて、まあ、それと同じようになるということですね。アメリカ以外の国では今年発売される iPhone 13もしくは iPhone 12S と呼ばれているモデルから本格的にミリ波にね、対応していくみたいです。っていうのがですね Apple が新型 iPhone のために 5G モデルも独自に開発しているみたいで、それが搭載されることによってアメリカ以外の広い地域でもミリ波が使えるようになるみたいなんですよね。ですからこのモデルが製品に搭載されないことには、まあ、日本ではミリ波が使えないよと。 iPad シリーズなどがミリ波に対応するのは今年の新型 iPhone が発売されてから以降になりそうです。そして A14X チップ搭載で超絶スペックアップ、まあ、昨年発売された iPad Air に A14 チップが搭載されて iPad Pro に匹敵するようなスペックを手に入れましたので、まあ、普通に使う分ではこの Air でも十分オーバースペックですね。まあ、それくらいですね A14 チップは凄まじいね、性能と言えるんですけども、まあ、その X バージョンということでですね iPad Pro はこの Air を大きく上回るスペックになりまして、 A14X M1 チップのベースにもなっているということで、 M1 チップ搭載の Mac 張りのねスペックになるんじゃないかなと思われます。 4K 動画なんかもねサクサク編集できそうですね。2018年に登場した iPhone XS に搭載された A12 チップと、
iPad Pro に搭載された A12X チップではベンチマークのスコアにもとんでもない開きがございましたので、まあ、それに近い、ね、性能差になるんじゃないかなと思います。現行の Air でも動画編集やゲームなんかも快適に、ね、作業できるんですけど、まあ、Pro はですねよりレイヤー数の多い編集だとかデザイン、イラスト作業、そして高負荷の動画の書き出しなんかになると大きな時間の短縮となりそうですね。これはプロのクリエイターにとっては嬉しいところ。そしてカラー展開、現行の iPad Pro はですねスペースグレーとシルバーの2色展開ですが、このカラー展開が増えると言われてます。まあ、とはいえですね Air みたいにあれだけカラフルになることはないと思うんですけども、まあ、今噂されてるのは新しくゴールドカラーが追加されるんじゃないかというところですね。まあ、僕のような貧乏性でゴールドカラーに惹かれてしまう単純な人間にとっては魅力的に映ります。とこの辺がですねメインの進化になるんじゃないかと言われてますけども、そして新しく出てきた情報というのがですね、なんと新型 iPad Pro は第3世代の Apple Pencil に対応するかもしれません。いやーこれはめちゃくちゃ嬉しいですよ。僕もですね Air がこの第2世代の Pencil に対応しちゃって、で新しく登場するプロモデルはですねこの Air と大きく差別化するモデルになるだろうと思ってましたので、ひょっとしたら Pencil もね新しいもの出るんじゃないかなと以前動画でお話しさせていただいたんですけど、それが実現しそうです。この情報はですねテックメディアなんかにたびたび登場するリーカーのミスターホワイトさんという方がですねツイッターに新しい Apple Pencil の画像を掲載したことが元となっております。その映像がこちらですね。こちらがですね新しい Apple Pencil の画像でございます。とは言っても Apple Pencil 自体がすごくシンプルなので、ちょっと写真ではねどこが変わったのかっていうのは分かりにくいんですけどね。メディアがですねこの画像をチェックするとところどころに違いが見られまして、現行の Apple Pencil はですね、まあ、サラサラした手触りのマットな質感になってるんですが、新しい Apple Pencil はですね初代のようにツヤっとしたデザインになっているとのことです。ちょっとこの写真ではね分かりにくいんですけども、こちらが上部の写真となっております。これを見るとよく分かりますね。上の方がツヤツヤ光を反射して、まあ、光ってるのが見えますね。まあ、現行モデルはねここまで光を反射しませんし、初代のようにですね、まあ、充電端子の部分を保護するキャップもついてないので、まあ、初代や第2世代のペンシルとは明らかに違うっていうのがこの写真から分かると思います。そしてさらに特徴的なのがこの Apple Pencil の先端のチップですね。この接続部分が大型化されているのがよくわかります。これわかるかな。現行モデルは取り付け部分が結構短い作りになってるんですけども、写真の方はかなり長い作りになってますね。まあ、こういったところにですね現行モデルとの違いがちらほら見られます。残念ながらですね細かい性能や新機能に関しては報道されておらず、新しいペンシルにどのような機能が追加されるかはまだ分かっておりません。まあ、何らかしらのね便利機能が搭載されることは間違いないと思うんですけど、個人的にですね現行ペンシルの不満点はこのセンサー部分を2回タップするとその消しゴムツールとペンシルツールと切り替えることができるんですけども、ペンを持ち直したりするとこの誤操作がめちゃくちゃ多いんですよ。いざ書こうとすると消しゴムツールに切り替わってたりなんかしてめちゃくちゃイラッとするんですよね。こういったモードの切り替えをもう少し使いやすくしたりだとか、例えば感圧タッチにして強く押し込むことによって切り替わるとかね、で切り替わったのがこの振動でちゃんとフィードバックされるだとか、他にも操作方法が増えて任意のアプリをパッと立ち上げることができたりね、まあ、そういうことができるようになると今までよりもねすごく便利じゃないかなと思います。サーフェスペンなんかではそれができますからね。写真を見ると充電端子なんかついてないので、こうやって本体に貼り付けて、まあ、ペアリングを切り替えたりだとか、ワイヤレス充電するっていう仕様は変わってないと思います。書き味なども変わってないか、この辺もすごく楽しみですね。唯一辛いのがですね、まあ、新しい Apple Pencil 対応ということで、このペンシルをですね買い替えないといけないんですけども、このペンシルが高いんですよ。 Apple 公式でも税抜きで、まあ、14,800円とね、どんな高級筆記用具なんだよっていう値段がします。でチップの形状も変わってますので、おそらく現行モデルと互換性がないのでね、まあ、イラストなんかを楽しんでる人やペーパーライクフィルムなんかを貼り付けてる人はこのペン先の消耗ってめちゃくちゃ激しいので、予備のペン先なんかもね、買い替えないといけないんですよ。そうすると iPad Pro 本体プラス2万円ぐらいしちゃうんでね、ペンシルのね値段が安くなることはないでしょう。よくてもね据え置きかなと思います。というわけですね、 iPad Pro が新しいねペンシルに対応するかもしれないというお話でしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、何かしらのね新しい機能が搭載されるっていうのは、間違いないと思いますし、僕はですね現在実物のノートっていうのはもう全く使っていなくて、この Apple Pencil と iPad Pro を使ってるんですよ。そういったペンシルをヘビーに使うユーザーにとっては今回の情報かなり嬉しいんじゃないですかね。そして iPad Pro が第3世代のペンシルに対応することで、もう一つですね嬉しい希望が見えてくるんですけども、今後登場する
する無印 iPad だとか iPad mini の新モデルはこの第2世代のペンシルに対応する可能性が高くなりますよね。さすがにこれから登場する新型 iPad がですね、2世代前のペンシル使い回すってどういうことよと、さすがにこれはないでしょうね。これはアップルさんよ、プロが新しいペンシルに対応して他のモデルと差別化できることによって、ミニや無印のようなエントリーモデルもですね、エアーのようにこの第2世代のペンシルにいち早く対応していく可能性もぐんと上がるんじゃないかなと思います。皆さんは新型 iPad Pro が新しいペンシルに対応することについてどう思われますか？また追加してほしいね機能なんかございましたら、ぜひコメント欄でご意見ね教えていただきたいなと思います。発売が近づいてくるということで、こういう情報もどんどん出てきますね。いやー、ワクワクしてきた。また新しい情報が出てきましたらね、動画の中でお伝えさせていただきたいなと思います。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。